こんばんは。こんばんは。ハオミー、こんばんは。ビャーホー。ありがとう、来てくれて。こんばんは、皆さん。こんばんみー。ありがとう。やっほー、お疲れ様です。下北ぶり、ありがとう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 ねー、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。今日木曜日か。木曜日の実感ねえな。もう金曜日の気持ちなんだけど、気持ちは金曜日なんだけど、気持ちは金曜日なんだけどな、全然金曜日じゃないな。あと1日あるぞ。でもこの仕事をしてたら曜日というものは存在しないんですよ。曜日というものは存在しないからな、アイドルには。曜日は存在しないぜ。こんばんは。なんか雨めっちゃ降ってるし、台風もね、台風もめっちゃ来てるから、結構なんか私もショールームなんか配信してる時にコメント読むみたいな感じになって見たけど止まってたから。そうそう、でもみんな電話した方は電話の声聞こえてたし、いい感じだった。ありがとう、こんばんは。特にクマ、ありがとう。くまくま、ありがとう。ショールームの映像も音声もおかしかった。マジか。うん、全然こっちのやつ大丈夫だったけど、なんかもったいないな。しもきたえべん、確かにね、電波悪そうだったけど、そう YouTube でも配信してたから。でもね、 YouTube なんショールームだけだった、ショールームだけ電波悪かったんですけど、まあ YouTube の方で見てください、残ってると思うので。こんばんは。で、一昨日、昨日かな、一昨日か、なんか自分無水カレー作ったら、サラピも無水カレー作っててめっちゃウケた、と思って嬉しい、なんかすごい、そんなことあるんだと思って。普通のカレーを作ってたのは分かるけど、一緒に無水カレーを作ってたっていう、サラピも無水カレー作ってたっていう、すごくない？それすごいでしょ。普通に凄み沢竹雄って感じ。凄み沢竹雄って誰なんだろうとかね。無水の鍋使ってるの？え、無水鍋って無水の専用の鍋が必要なんですか？知らなかった。普通の鍋使った、鍋使って作った。でもなんか無水鍋ってで結構水出てくれるんだけど、最終的には水分飛んでドロドロになるじゃないですか。なんかドロドロのカレーが満足いかなくて、結局水足しました。その毎日水足して食べてる、結局水足して食べてます。なんかあんまり詳しくは言えないんですけど、
昨日の YouTube 撮影で結構日焼けっていうか焼けた気がするかもしれないので、ビタミンを取るためにイチゴを食べてます。アイドルっぽい食べ物。かっちゃん、アジサイありがとう。アジサイ、アジサイ、アジサイ、アジサイ。無水カレー、え、そうなの、無水専用のやつが必要なのかな。初めて知ったぞ。え、噛まれてるし、なんか膝の裏なんか噛まれてる。なんかすっごい、なんかなんかね、なんかわかんないけど、なんか膝の裏、膝の裏てか足がめっちゃ筋肉痛で、なんかもう、なんでって感じ。まあ覚えはあるんですけど、筋肉痛になるぐらいの運動はしてるから確かにもなるけど、でもダンス踊る回数、レッスンとかでダンス踊る回数が増えたから、なんだろ、すっごい筋肉痛なの、とにかく。なんかね、だからね、今日も早めにお風呂に入って、ちょっと12時まで寝て、明日めっちゃ早いんですよ朝。明日はあの普通のお仕事があって、そう、明後日もなんだけど、めっちゃ朝早いから、明日マジでもう早起き頑張らなきゃいけないから、明日だから今日は早めに寝たい。でもちょっと体癒すためにも湯船に浸かりたいな。特にハートありがとう。ラブラブ、大好きだよ。チュ、なんか明日は6時集合とかだから、5時とかに起きなきゃ、まあ5時、4時半か5時ぐらいかな。早いよ、私朝9時とかの集合でも早いって思っちゃうんですよ。9時間寝るから基本。6時とか5時ってもう早すぎ、早いのレベルのとこ違うんですよ。でも私の中で朝早い集合、なんか早い集合、もう5時台とか6時台はもう慣れましたね。早いけど早いけど慣れた、早いけど慣れた。ジャーキー、水ありがとう、ありがとう。まだお日様眠ってるわ。え、なんかでもね、4時とか5時とかになると晴れてるよ最近。朝早い、なんか普通に明るい。でも分からん、台風来るし雨めっちゃ降ってるから、それの影響でなんかあれかもしれない。切ろ、それの影響で、曇ってるかもしれないけど、でも全然明るい、うん、最近明るい。最近早起き毎日頑張ってるから、もう超健康生活なのね。明るくなったよね早起き。 YouTube 見ました、可愛かった。ありがとうございます、 YouTube 見てくれて。なんか YouTube の方が電波良かったらしいから、 YouTube の方見てくれてよかった、さよなら。トイ結婚して、やだ、ありがとう。連チャンお世話になってくれたら考えるかな。ありがとう、でも嬉しい。こんばんは、
もう超京都、明日は京都、京都ってのはそっちの京都じゃなくて、今日本日と明日はもういっぱいビタミンを取ろう習慣だから、今日は寝る前に、寝る前だったらダメだな、配信終わってからいちごを3粒食べる約束をしてるので、3粒食べてビタミン摂取。いちごって1日に5個か6個がいいらしくって、今日お昼に4個、なんか別々に分けて食べるのがいいらしくて、朝2個食べて昼に2個食べて夜2個、なんか時間空けて食べるのがいいらしい。もう本当にマジで焼けたくなくて肌でも、昨日の撮影でちょっと焼けた気がするから、しっかり保湿して今日はしっかり寝ようと思います。かも筋肉ほぐしたらなんかね、めっちゃ筋肉痛なのなんかわかんないけど、なんでこの足がもうパンパンなんですよね。だからしっかりマッサージしていこうと思います。今日湯船食べよう、最近野菜いっぱい取ってるからね。なんかこの前あのスープ作ったのにもう2日とか3日とかでなんかもうカビが湧いたっていうお話したじゃないですか。もうそれが怖くてさすがに冷蔵庫入れました。冷蔵庫にちゃんと鍋が入ってよかったな。なんか冷蔵庫に鍋が入らないと思ってたから、ほぐしてあげて、でも湯船に使ったら自分もそっから出れなくなっちゃって、湯船の中でも爆睡したりするからよくないんですよね。湯船の中で寝るのはよくないって分かったんだけどさ、湯船の中で寝ちゃうんだよね。だからまあシャワーで済ませるかもしれない。なんかでも朝お風呂に入り直すんですよ、どっちにしろ朝風呂も好きだから。でもそうなるとなんか夜入って朝入る、なんか結局朝にも入るんだってなる。朝お風呂入った方が私髪乾かしてもくせっ気だからボソボソになってもう一回入り直すんですよ風呂に。だからね、でそれで乾かしたらめっちゃ髪綺麗になるかな、いいんですけど。しっかり足のマッサージを仕上げて、ほぐしてあげます。キュンとしちゃう、ツンツンバレすぎて。あ、そう、皆さん聞いてくださいよ、ヤンマガのグラビアが4位でした。嬉しい、なんかもう4位以内に、そう無料のやつ、無料版のやつ4位だったので、もうめっちゃ嬉しい、入れて、まだ入れててよかった、嬉しいんですけど、めっちゃありがとうって感じで。でも順位がだんだん下がってきたんですよ、1位になって2位になって4位になってって感じで、もうこのままだったら多分9月まで入れない気がするから絶対に入りたいので、喜んでくださるのはすごく嬉しいんですけど、よければいっぱい拡散してくださると嬉しいです。なんか本当になんかもう見た、もう見たからもう飽きてもう見たくないっていう方とかもいると思うんですけど、なんか固定のツイッターの固定のリツイートだけでもいいのでしてほしいです。なんか一回リツイートした方はもう一回リツイートしてほしい。なんか自分しつこい、本当にしつこいぐらい何回もリツイートしてて、同じ固定のツイッターのやつを、でまあでもちゃんとそれ効果あるんだなと思って、なんか
そう、それで新しく見てくださったりしてくださってる方とか、なんかその閲覧数とかも増えたりしてるから、見てくださってる方は見てくださってると思うんですけど、なんか9月30日までまだまだ長いんですけど、よければ見てください。よければっていうか見てほしい。りねちゃん推しさんはみんな協力してほしいです。お仕事とかで大変だと思うんですけど、そう、有料版追加してない方は有料版見てほしいなと思うし、そう、あのあれ、まあ確かにヤンマガのグラビアに入りたいっていうのもあるけど、マジで有料版有料版で素敵な写真がいっぱいあるから、無料版にないような、だから見てほしいです。お願いします。そうで、なんか自分は有料版と無料版のランキングがあったら、まあ2つ入ってたら、まあどっちか入れたらいいかなって感じなんですけど、自分無料版の方にしかランキングが入ってないので、なんかそれしかチャンスがないんですよ。だから協力してほしい。そう、より一層お願いします。私のツイッターにね、あのこう今ツイッターがあるんですけど、これにピョンって飛んだら固定に私のヤンマガのグラビアがあるので、よければ見てください。その URL を押して最後まで見るだけで、そういいので見てください。よろしければ。今から見ても加算されます。見てほしい。あと有料版のレンタル、そうレンタルとかもなんか延期っていうか延長したら、それもポイントになるので、なんか有料版一回見たけど協力してくださる方がいれば、有料版のレンタルもう一回し直して、そこから延長してくださると嬉しいです。そう、本当マジでお願いします。皆さんお願いします。よろしくお願いします。そう、一つの方にしかランキングが入ってないから、それでもでも本当感謝してるんですけど、今の順位を無駄にしたくないし、せっかく入り一つの方でもランキング入ってるんだったら1位になりたいなと思ってるので、ぜひ皆さんお願いします。そう、今見てくださってる627名の皆さん、みんながみんなとは言わないんですけど、9月30日まであるヤンマガの STU のグラビアのやつがあるので、ぜひ見てください。お願いします。自分のあのあれ、自分の固定のツイッターの固定に載ってます。見てください。お願いします。なんかやっぱ噛まれてる、なんかめっちゃ痛い、なんかブンブンブンって噛まれた跡が、形跡がある。なんで噛むの、私の血が美味しいからって。グラビア有料見て買う、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい。嬉しい、ありがとう。4月始めます、お話から楽しみ、嬉しい、楽しみにしてますよ。7月やばい、7月、いやいやいや、7月
もうすぐやん。すぐじゃない、嘘。お嘘。7月はまだまだまだ先に感じる。会えるって思うとそれまで頑張れるかも。ありがとう。今日の服装の感じめっちゃ好き。嬉しい、ありがとう。今日の服装の感じありがとう。今日はね、いや今日髪の毛下ろす予定だったんですけど、でもボサボサすぎてちょっとこれはもう手に負えないってことで結びました。新潟のひろし、結婚して？結婚はまだダメだけど考えとくね。候補には入れとくね。もっともっと思い出作ってからね。サリオの新作のさグッズをさ買いに行こうと思ってるのに、朝時間が早かったりとかして全然買いに行けてない。なんか集合が早いし、仕事終わったら次の案件が入ってて、でその案件も21時とか19時とかに終わっちゃうから結局買いに行けなくてもう超悲しい。なんか自分があの行きつけだったサンリオショップが潰れるってことで、もうやだー、遠くなっちゃうし、もう通販で買うことにする。これから通販で買おうと思ってる。もう悲しいよ。なんか行きつけのお店がなくなるって聞いた瞬間ショックじゃない？なんでってなっちゃう。なんで閉店しちゃうのってなっちゃう。結構貢献してたのにって思ったけど、めっちゃ悲しくないですか？自分の行きつけのお店が閉店するってなった時、もうめっちゃ辛い。ほんとメイジョキタルトハートありがとう。チュ大好きだよ、ありがとう。なんかもうほんと辛いからもう通販で買っちゃう。もう通販で買っちゃうよ。家の店が潰れるのはすごい悲しい。でもなんかサンリオっていうかサンリオショップにない商品がドンキとかにいっぱい売ってたりするから、もうそれはありがたいけど、もうサンリオ公式で買います。これから通販で。で今まで私岡山住んでた時通販税だったんですよ。あ、通販税じゃなかった、ほぼ通販税だったけど、うん、サンリオショップ行った時にもう爆買いするって感じ。でも通販税だった。ちょっと通販税に戻ります。もうで
でもちょうど自分の欲しい商品がまだ最近発売されたばっかだから、ちょっとそれでなんとか耐えてるかっていう感じ。昨日とかに閉店されたらもう泣いちゃうよ。今はねちょっとね筋肉をほぐしてるので気にしないでください。もうなんか筋肉痛、なんか謎の筋肉痛でね、足がねパンパンなんすわ。謎に何なんだろうこれ。これもね思いっきり筋肉をほぐしてます。これ気持ちいいよ、叩くの。膝こう叩くの気持ちいい。痛いけど。ほら、もっと夢中になって、わざとあげたこのストーリー。君の足跡チェックするの、あざといなんて言わないで。ラブラブラブ。だってほらほらほら、しっかり筋肉をほぐしていきましょう。外歩きたいけどさ、雨降ってるからちょっとやめとこう。もうめっちゃ外歩きたかった今日。雨うざい。雨いつやむんだろう。明日晴れるかな。散歩したかったけど。でも明日朝早いし、割とみもう普通にめっちゃ遅い。終わるのも遅いし。疲れて寝るだろう。ちなみに私は明日広島にいないかもしれない。うつみりなが広島にいなかったらみんなどうするの。ありがとう。誰だろう。遠い。ありがとう。嬉しい。タワー。頑張って姉ちゃんおしゃれになるように頑張るね。今日も可愛かった。嬉しい。ありがとうね。嬉しい。お礼書くわん。ありがとう。ありがとう。嬉しい。タワレコ。ありがとう。嬉しい。お礼書きます。ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ可愛いとは。しかも嬉しい。
と夢中になって、ありがとう。遠いタワー、ありがとう、ありがとう。やって、まさかさげてこのストーン、ありがとう。遠いタワー、あれ、すいません、遠い、めっちゃ可愛いと、ありがとう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 。めっちゃ可愛い、遠いと、ありがとう。ほら、もっと夢中になってほら、もっと夢中になって、ありがとう。電話もありがとう、下北電話もありがとう、下北電話ありがとう。ありがとうございました、ありがとう。みやん調子、みやん調子は薬入れてます。目ん玉に薬ぶっ込んでるよ。今日は生電話ありがとうでした。今度お話しかけるよう言わないでね。言っちゃうかも、嬉しかったら嬉しかったら言っちゃうかも。わかりやすいけど、嬉しいから言っちゃうかも。でもギャーギャーが苦手なんだったら本当にごめんって感じそう、なんかみんながみんなさ、なんかギャーギャーが好きってわけじゃないじゃないですか。だからたまに申し訳なくなっちゃう時があるんですよ。なんかうるさいみたいな感じで。めいちゃん推しさんの中にもそういう方がいたら本当申し訳ないけど、だって嬉しいもん。ありがとうございました。今34分か。今日は30分だけ配信する予定だったので、またじゃあ会いましょうな。ありがとうみんな、お疲れ様でした。じゃあ壇上読んでいきましょう。壇上、じゃあ13位から。13位タカさん、ありがとう。12位なにわ、ありがとう。11位メスメロディー、ありがとう。10位スーさん、ありがとう。9位草刈り機さん、ありがとう。8位ベインジャケタルト、ありがとう。7位佐藤くん、ありがとう。
6位ハゲテシモタワありがとう。5位ロボリンありがとう。4位新潟のひろきありがとう。3位こっちゃんありがとう。2位とくりんありがとう。そして1位がジュルジュパン遠いですありがとう。ありがとう。ありがとうございました。楽しかった。ありがとうございました。歯ブラシ発信もハートありがとう。チュ大好きだよ。ありがとう。またみんな会いましょう。タワーもありがとう。お星様ハートお星様コメントもたくさんありがとうございました。皆さんまた会いましょう。明日私が広島にいなくてテンションが高かったら配信するかもしれない。また明日決めます。普通に明日どんなお仕事かまだ分かんなくてマジで死んでるかもしれないけど楽しみにしてください。多分配信ありがとう。ありがとうございました。愛してるよ。多分じゃあ本当にさせよう。おやすみなさい。おやすみ。多分って流行ってるの？多分って言わないでよ。本当に多分外させるからな。お疲れ様ありがとう。スクショ撮っちゃダメ。スクショ撮らないで。今日は NG で。ありがとうございました。じゃあまた配信します。なんかツイッターの私のツイッターがあるんですけど、ツイッターに山賀のグラビアがあるのでもしよければ見てください。ツイッターの固定にグラビア載ってます。でいいねとリツイートもしてくださると超喜んでリポ送るかも。りねちゃんが嬉しくてリツイートといいねしてくださった方にリポ送っちゃうかもしれないので、もしかしたらテンション上がって深夜テンションで見てください。お願いします。じゃあまたね。バイバイ。ありがとう。